皆さん、明けましておめでとうございます。ちびちかみつです。今年もちかみつのことをどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、お正月休みは満喫できましたか？僕はゲームのキャラクターをひたすらレベルアップさせていたよ。さて、今日のお話はタイムコアコーポレーション第3弾となります。去年アップした第1弾第2弾はいかがだったでしょうか？僕は映画ドラえもんの話かと思っちゃったよ。そして今回の第3弾ではタイムコアコーポレーションのスタッフへのインタビューと、さらに皆さんからのコメントやお返事を紹介するね。今回も時空を超えたこの組織について皆さんと真実に迫っていきたいと思います。あ、ちなみにこれは近水説だからね。へえ、こんな説があるんだなーってぐらいの気持ちでエンターテインメントとして見てね。僕からのお願いだよ。それではスタートです。お姉さんよろしく。
では早速インタビューと行きたいところではありますが、先にタイムラインを変化させてしまった出来事をご紹介します。タイム間コーポレーションの情報についてはアメリカでも公開されている部分もありますが、近光がさらに踏み込んでスキャンを行い、タイム間コーポレーションの詳細情報を共有したことはタイムラインを変えてしまったきっかけとなってしまいました。2082年のオレゴン州において、とある地域がタイムコアコーポレーション絡みの有名な観光地となり、聖地として崇め始める人たちも登場していることが基地からの目視により確認されました。基地内では衝撃が走りました。2082年のとある時間軸では、基地の誰もが認識していた現実として、基地は長年にわたり公然には空間かつ時間座標が認知されていないという状態であったにもかかわらず、基地は長年にわたり公然とオープンに認知されているという突然の歴史の急展開が発生してしまいました。この歴史の急変は多くのタイムキーパーたちにとっての壮絶な皮肉となり、その出来事に基地のスタッフのみんながお腹を抱えて爆笑しています。この時の基地のスタッフたちを取り巻いている感情は衝撃、緊迫感、面白さです。絶望感などはなく、誰もが宇宙の神秘にワクワクしている。とにかく私たちの仕事はいつも不思議でユーモアにあふれてアメージングだと。もし近光によって2020年に基地をスキャンし情報を開示することが地球の監視人たちや地球のタイムラインの危機を招くものであるなら、まず空間からの許可はおりませんし、近光によるこれらの詳細情報の公開という一連の出来事は起こらなかったでしょう。どのような危機にもつながらない見通しや確認のプロセスを踏まえてからスキャンや分析、情報共有を試みています。タイムラインにおいては特に細心の注意を払い、そして健全に守ることは必須であります。第1弾でもお伝えした通り、基地はプラズマ技術で空間を分離させ、独立空間を創造して領域化させています。基地は未来における2082年という時空間からも、さらに独立した領域である異空間の中に隠れていて、2082年を常に覗いて確認しています。既存の時間軸から独立させて新たな異空間を創造させる方程式は、これまでの地球文明にはなかったスターピープルから伝えられた数学の知識が基盤となっています。また基地のスタッフたちは年を継続的に取らない状態に生命システムを維持することに成功しています。このことは彼らにとっては地球文明に適用されている生命の遺伝子法則に従って老化することよりも、生命を永続的に継続して組織の仕事に従事し続けることの方がはるかに重要業務であると、組織母体そのものの規範、天才スタッフたちの良識、さらに上位組織の大銀河連盟の方針からそのように判断されていることを意味しています。空間を活性化させる方向性における瞬別である悟りの視点で、スタッフたちは常に物事を考えるようにしています。シンプルに言えば宇宙的な他者への愛、隣人愛が活動のベースになっています。
それではお待たせしました。タイムカーコーポレーションのメンバーにインタビューをしてみたいと思います。こんにちは。今日はよろしくお願いします。では早速、お名前と簡単なプロフィールをお願いします。私はキュシスと申します。1899年生まれで、ロードアイランド出身です。目はスカイブルー色で、髪の色はブラウンです。いつもは基地でシステムの管理をしています。タイムカーコーポレーションの任務は43年間しているわ。キュシスさんがタイムカーコーポレーションに入ったきっかけは何だったのでしょうか。私が休日に読書をしていた時、突然怪しい人たちがやってきました。その姿は衝撃的で、今でも信じられない気持ちでいっぱい。でも彼らから話を聞くにつれ、ワクワクした気持ちが止まらなかったわ。キュシスさんは43年間タイムカーコーポレーションの任務をされているとのことですが、今までの任務で一番印象に残っている出来事は何でしょう。それはこの基地の存在システムそのもの。未だにこの基地そのものが不思議なの。まるで映画の世界よ。ありがとうございます。では次に視聴者の皆様からいただいた質問をご紹介させていただきます。TCC はどのようにスカウトしてきたのでしょうか。スカウトはあくまでも自然に行われているわ。もちろん誘拐なんかはありえないわ。スカウトされた時はどんな気分だったのでしょうか。驚いたわよ。最初は皆さんの予想通り半信半疑。真実を話してくれているんだけど、なかなか信じられるわけないわ。不信感にあふれる気持ちが大きかった。でも私なりに理解しようと努力して今があるわ。現在までに行った活動を答えられる範囲で教えてください。未来よりも過去によく言っているわ。歴史を変えることよりも調査活動が多いの。2022年の時点で注視している国や機関はありますでしょうか。私はもちろんアメリカにフォーカスしているわ。神の遺伝子を持つと言われている日本人スタッフがメンバーにいないのは不思議なのですが、日本人の遺伝子を持っているスタッフはいるのでしょうか。残念ながら日本人はいないわ。遺伝子も誰も持っていないわ。また日本人はメンバーに加えないなどの決まりがあるのでしょうか。それもないわ。たまたまの流れよ。地球は2032年に文明が終わるという話があります。ノアの箱舟のような感じで地球に大きな災害が起こり、人間がいなくなるのでしょうか。それとも違う意味で何かが変わるのでしょうか。初耳だわ。2032年なんてもうそれは過去なの。これはその説の提唱者にぜひ確認してみてください。 TCC は貧困にあえぐ地球上の人々に手を差し伸べるプログラムは行っていますでしょうか。もちろんいつも行っているわよ。だけど貧困自体を積極的に兵器として扱っている人たちもたくさんいるわ。育てるよね。10年、20年先の修正済みのタイムラインでの地球の社会や人類の意識、生活面等、現在とどのように変化しているのでしょうか。太陽周波数の影響で人間性が表に出てしまって、内面をみんな隠せなくなってしまったの。
それが良かった人もいれば、恥ずかしい残念な人もいるわ。多くの人は ID に依存しすぎて時代性を失いかけている。 IT 中毒には警戒が必要ね。ジャンプした際に映画のようなひどい二日酔い状態になるのでしょうか。古い時代のジャンプは手がちぎれたり危険そのものだったけど、幾度もの改良の結果何も問題はなくなっているわ。歴史上発明されてはいけないものの発明を阻止したり、また地球の脅威になる人物として生まれてきてはいけない人を、その前の段階でその方の良心が恋に落ちないように引き合わせないようにすることもされるのでしょうか。悲しいことですが、そんなハードなことはしないわ。それをしても時間は生きているから何も変更阻止できない。簡単な交渉程度のことしか大体はしていないわ。安全対策、自分の命は大丈夫でしょうか。ことすべてわかっているから非常に安全よ。 TCC 以外の組織やグループと協力や連携をしていますか。いろんな組織が協力連携してくれます。いろんな組織自体も自ら危機に見舞われたくありませんから、もちろんです。単純に太陽系の他の惑星に宇宙人はいるのでしょうか。その星発祥の生物、他の星から来て、その星に住み着いているもの含めて。地球人も多いわ、宇宙人ももっと多いわ。これほどまでと誰もが驚愕するほどたくさん住んでいるわ。タイムコアコーポレーションの方々に第二次大戦だけは阻止してほしかった。私たちは落とされるはずであった原子爆弾4発のうち2発を制御することには成功したけど、4つ全ては止められなかったの。長崎、広島、さらにあと2つの地域に落ちる計画になっていたわ。マッド・フラッド、巨人のことはなぜ隠されてきたのでしょうか。マッド・フラッドについて、また巨人のことはTCC との直接の関連はありません。これについては私の方では以上になるわ。 TCC という機関は他のパラレルワールドに直接的な互換性はなく、それぞれの宇宙の一つのタイムラインを軸とした地球文明にしか修正する権限を持っていないということなのでしょうか。パラレル宇宙は活動対象外です。他の宇宙です。ここにはそこの TCC が存在しているの。私たちとは活動範囲が違うわ。近い将来訪れるという宇宙由来の新種のウイルスに対してのクリーン化は可能なのでしょうか。いつも訪れています。そして生態系に影響を及ぼしているわ。壊滅的な影響がないようにいろいろな存在がこれには注視しているわ。キシスさん、今回は貴重な機会をいただきどうもありがとうございました。引き続き TCC 並びにキシスさんのご活躍を応援しております。ありがとうございました。TCC の活動を少しでも知ることで、より良い未来を育むための視点が得られるかもしれませんね。近光は調査を続けてまいります。
本日はタイムラインを変化させてしまった出来事や皆様からいただいたコメントをもとにタイムコアコーポレーションに所属するスタッフへのインタビューをいたしました。地球文明、今の世界があることへの感謝と、空間を含めた全ての生命の幸せを思う気持ちを大切に、手を取り合い毎日を楽しく過ごしてまいりましょう。本日も貴重なお時間を誠にありがとうございました。